じゃ、こんにちは。はい、さあ豊さん、はい、12月2日に、ゴールデングラブ賞が発表されますが、はい、その前に豊さん的ゴールデングラブ賞をセ・パ、はい、まずは今日セリーグから予想していただ、予想というかも豊さんのゴールデングラブです。これよく言われるんだよ、よくやべ、どこ見てんだよみたいな。あのベスト9の時にベスト9はショート坂本選手入れなかったじゃないですか今回。そしたらなんで入れないんですかとか結構ありましたけど、まあ、その前にも、はい、ゴールデングラブ賞の時に坂本入れたら、はい、いや強打の方が全然いいじゃないかとかそうです、一昨年の悪夢ですよ俺だから。そうです、俺が選んだ。これ予想じゃないです、豊さんが選ぶゴールデングラブです。そうだね、はい、もう一言言っておきますね。はい、じゃあセリーグ行きましょう。ピッチャー、ピッチャー柳、お、柳投手やっぱりね、はい、投げ方がいいよな、うんうん、投げ方のバランスがいいから、はい、すぐ守備の体型にも入れるという、うん、だから柳とかはすごくうまい、はい、まあその青柳とかが最多勝だとかいろいろ取ってるけども、はい、まあそれは守備に関しては柳の方がうまいよね、うん、まあ、全然違うよね。あ、やっぱそうなんですね。全然違う、うんうん、だからそういう意味ではもうこの柳、はい、菅野とか、うん、そういうのもうまいけど、はい、まあ、登板数だとか、うん、まあ、いろんなことを考えたときに、はい、今年は柳よく頑張ったなということで、はい、まあ、ベストナインを上げてもいいぐらいなんだ。あ、そうですね、ベストナインの時は豊さん、青柳投手にしたんですもんね。そう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 、だから、まあ、ゴールデングラブは、はい、まあ、柳やなと。柳投手で、はいはい、さあキャッチャーですが、キャッチャーは迷ったよね。迷った、うん、まあ、2人、はい、中村、梅野、うん、はい、梅ちゃん、うんうん、双璧なんだよねこの2保守は。うん、ただね、やっぱ最後に落ち着きを持って、うん、どしっと構えられたのはどっちかなって言ったら、うん、やっぱ中村だな。それはその最後の印象ももちろん、まあ、あるな、うん、まあ、最後梅ちゃん出れなくなってたしさ、はい、だからそういう意味ではその中村がずっとね1年間かぶり続けたし、うん、ベストナインではないけども、はい、まあ、守りの部分ももちろんこう中村頑張ってたしね、はい、だから中村でいいのかなって思うね、うん、中村選手のその凄さというかそのゴールデングラブを取れるだけのその今年の凄さってどんなところが一番印象でした？まあ、もちろんソシリスとか、はい、そういうところも悪くはないと思うんだけど、うん、ピッチャーをよく引っ張ったリードした、はい、まあ、キャッチャーってそういうことも加味されると思うんだよね、うん、ただそのストッピングだとか、うん、そういうことではなくて、はい、やっぱどういうふうにピッチャーを引き出してきたかっていうことも加味されると思うんだよ、うん、だからそういう意味ではその中村っていうのは、はい、今年一番輝いたキャッチャーかなというふうには思うよね。そうですね、うん、さあファーストです、はい、こう外国人が多いんだよね。そうなんです、あの有資格者というのが、ま、うん、外国人4名そう、マルテと、はい、ビシエド、はい、ソトか、はい、でオスナ、はい、オスナかな、あヤクルトのオスナ選手。この4人の外国人の中で、はい、やっぱり一番一生懸命ファールボールでも追っかけた選手だよ、うん、守備っていうのはもうその4人っていうのはそんなに遜色はない、はい、だからただねビシエドのね、はい、このキャッチングとかすごくうまいんだよ、はい、うまいけどやっぱこうオスナーの一生懸命さ、はい、まあこれで上げたいよね。上げたい、上げたい、豊さん的には上げたいな、ね、ファーストオスナーに、うん、やっぱり優勝にも貢献したということ、まあ、そういう見方をしちゃいけないと思うんだけど、はい、ただその個人のプレーでやっぱゴールデングラブにふさわしいかどうかっていうのを見なきゃいけない、でもその成績は関係ない、はい、まあ、それにしても、うん、やっぱあの一生懸命さっていうのはさ、うん、なんかすごくいいなと思ってね。そうですね、うん、じゃあゴースナ選手、はいはい、さあセカンドです。山田も頑張ったな。はい、山田選手最後の方なんか、はい、素晴らしい守備も見せてくれてたし、はい、だけど菊池かな。菊池は抜けないだろう。鉄板ですよね、ゴールデングラブといえばという、うん、おさぶさんだからね。もうね、飛びついてどのボールでもって、なかなかやっぱこう至難の技だよ。セカンドでゴールデングラブで菊池選手以外ってなかなかね、ここを超えるってなるとまた難しい。まあ、そうだね、ですよね。ベストナインはね、豊さん山田哲人選手でしたけれども、ね、もちろん、まあ、例えば菊池がね、はい、10個エラーしてる、
で山田が5つしかしてない、それだけで測れないんだよね、その貢献度という意味では守備の、菊池だからエラーついたよなっていう、こともあるだろうし、だから菊池を抜くっていうのは相当至難の技だと。そうですね、さあ次サードです、サードはね、うまくなってきた村上、うまい高橋周平、堅実な岡本、まあ、この3人から誰だろうと思った時にやっぱ岡本なんだよね。ゴールデングラブとなると岡本選手になるんですね。村上も惜しかったんだよ、俺の中では、でも後半ポンポンとエラーを重ねた時があってね、その印象があるんで、ちょっとやっぱ岡本の方がまだ守備は一枚上手かなという。で周平もうまいよ、周辺もうまいけども、なんかこの2人からすると、この2人っていうのはゲーム休まなかったじゃない。あ、そうですね。だけど、その周辺はやっぱね、有資格者なんだけども、なんかこう、この人たちが休んでないのに、周辺が休んで取るっていうことは俺はないと思うんだよね、考え方の中で、同じようなゲーム数を消化してて、だったら高橋周辺かも。やっぱうまいよ彼は、だけどやっぱ岡本の堅実さ、かなっていうふうに思うね。村上もうまくなったけどね、随分ね。そうですよね、だからもう一つだな、来年あたりだな、村上選手は。そうそうそう、さあショートです。あ、もう坂本出た、ようやく宇高さんの声。いや違うよ、まあ、ベストラインの時もうなんだ、寂しい思いで小園なんて言っちゃってる、そうそう、そうなんです。ここは堂々と言わせてよ、坂本おじさん。もう坂本さん、ここはゴールデングラブは坂本さん。坂本で、まあ、4つしかエラーしてないし、ね、すごいですね。こうなんか懐が深い守備をしてくれるよね、ちょっと若干腰高にはなってきてるけど、あ、それ年齢とともに、まあまあそうだね、まあだけどやっぱこう堅実だしね、まあいいと思う。もうここはじゃあ坂本選手で、ここに文句はないだろういや、ないですないです、ここは、はい、はい。さあ、そして外野3名です。松原、はい、まあ彼はやっぱこう、うまいよですね、だから肩も強いしね、はい、でやっぱポジショニングもいいし、だからそうだね、松原、はい、で、近本、はい、まあ近本も、あの一時期ね、ポカがあったんだよね、守備で空振りするとかさ、はい、あれ、なんかそういうのがあったんだけど、今年はなんかすごく安定してたかなっていうふうに思うよね、だから近本、はい、で鈴木誠也、はい、いや桑原っていう頭もあったんだけどさ、はい、桑原興奮しちゃうんだよね。ちょっと待って、興奮するというのは自分で前プレーしたらランナーがいるのにボール叩きつけちゃうもん。あ、そうですね、ありましたね。これはね、ちょっとふさわしくないんだよ、ゴールデングラブ賞には。確かにちょっとそうで、冷静さに欠けてしまったんでしょうかね。まあ、彼のいいところでもあるんだけどね、自分で自分を興奮させるという、はい、まあそういう面白いやつなんだけど、はい、彼も上手くなったし、まあ、もともと上手いプレイヤーだし、上手いプレイヤーなんだけど、なんか興奮しちゃう。でもこの3人はなかなか抜けないかなっていうね、鉄板ですね。松原選手なんかね、その試合でこうライト行ったりレフト行ったりとか、変わりながらも好プレー、いいプレー見せたりとかありますよね。多分、はい、多分松原、近本、鈴木誠也の中で1人落ちて、俺の予想では、本ちゃんは塩見が入ってくると思う、あ、そうか、そう、あ、塩見選手もいますもんね。え、入ってきそうですか、本ちゃんのゴールデングラブにも。俺は絶対入ってくると。それはやっぱりその優勝であったりとか、もちろん守備もうまいし、やっぱりインパクトだよな。いや、うまいよ彼も、やっぱ守備範囲広いしさ、そうですよね、なぜ、じゃあなんでお前いられないんだって。あ、確かに思うでしょ、はい、なんでだろう、いやいやなんでですか。でもさ、この3人書いたらさ、松原、近本、鈴木誠也、はい、消せないんだよ、決してそこに塩見選手を入れることが。だから鈴木誠也はもう間違いないと思う、鉄板、はい、しかも松原外せるかっていうと、なかなか外せないんだよね。ってなると、本ちゃんではじゃあそのどっちかに塩見選手が入ってきそうだけれども、豊さん的にはやっぱ外せないってこと。でも、外すとしたら松原かな。あ、
外れて、そこに塩見選手かなと。あ、そうだね、うん、でもだから塩見もうまいからさ。そうですね。いやまあ取るだけだったら本当うまいよ、うん、うまいし守備範囲広いしさ、はい、もう動物的だもんね。野生的ですよね。野生的だからまあ迫力もあるしさ守備に、はい、そういう意味ではあげたいけどね、うん、ただやっぱり豊さん的には今年はこの3人にちょっと、そうだね、うん、じゃないかなっていうような気がするんだけどね。ああ、なるほどね。ごめんしおみちゃんでもこのあたり本番というか12月のその時に見て、これは俺だからね。そうです、これあくまで豊さんの豊ゴールデンクラブ賞ですっていうね、はい、選ばれましたけれども、はい、次回はじゃあパリーグの方も見ていきましょう、ね、はい、はい、ゴールデングラブ。